ドミシャです。はい、ぺちゃんこです。はい、てってです。お願いします。お願いします。はい、どうも。というわけで雑談の第290回が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の3人ショーチャンネルにて会員ゲートの公開収録という形を取らせていただいております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。収録日2月、うん、2月4日となっておりまして、やってまいりました。突入いたしました。うん、お願いします。どう過ごしでしょうか。うん、ふんふん、はい、2月に入ってしまいました。うん、どうですか。ここまあ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 、さらっと行くならば僕は誕生日を迎えましたね。2月に入り、おめでとう。ありがとうございます。あのツイッターでもね、うん、ツイッターでもあのたくさんのおめでとう。いや、もうみんなおめでとうおめでとう言ってたよ。おめでとうもらった。そしてたくさんの絵、ありがとうございました。絵描いてもらってたね、いっぱいね。たくさんいつもいつもありがとうございます。見たわ、見た、いくつか、あれだってさ、本当に何日、何日じゃ聞かないよね。何週間とかさ。うん、そうだね、前からね。だから作ってくれてるわけよ。みんながこそこそ準備してくれてるわけでしょ。合間を縫ってね、そう考えると嬉しいよね。で、その誕生日迎えてからもね、その、うん、気づいてくれて、そこから書き出してくれた人も多分いるっぽくて、なんかギリギリ間に合ったってさ言ってくれる人もいて、いや、ありがとうございます本当。年を取ってしまいました、また本当だね。でさ、うんうん、ドンさんが2月じゃん。ええ、俺6月じゃん。うん、なんかさ、本当に年同い年なのかなってね。あのね、最近思う。俺も思います。それは確かにちょっと離れてるよね。うん、うん、4ヶ月。どう考えても。どう考えても俺。年上なのよ。うん。わかるわかる。確かにそうだわ。どう考えてもね、俺年下なんだよね。そう。逆だったらなんかね、うん、同い年ってわかるけど。うん。いや、もうだって4ヶ月後にはまた俺1個上になるから。そうなのよ。ああ。なんかね、これはね、ほんと、ちょいちょいドンさんのね、その、うん、なんかさ、2人同級生で何歳なんすか、うん、って言われた時にさ、うん、お前が先に年齢言うじゃん。うん、言う。お前が先に年齢言っちゃダメなんだ。それを感じてきてる。早生まれの人は先に言っちゃうとダメなの。お前に言われると、ね、あ、でも何年の年ですって言わないといけないから。そうなんだね。1個上って言うと、なんか1個なんか説明がいっぱい必要になっちゃうもんね。そう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 、なんですけど俺、僕の方が早くてうんぬんみたいな、ペイさんが余計にこうなんか喋んなきゃいけない。そうそうそう、いつも喋ってる。いつも喋ってた。いつも喋ってたペイさん。そう言われれば、うん、こいつがすげえ早いのよ。何歳なんですかって言った時に、うん、あ、まあ今年あれですみたいな、パーンって返すからね。そう、パーンって言われて、で、あ、でもあの年なんですよ、何十何年生まれなんでこの年ですって俺が補足を入れるの。補足入れるね。だから次からできれば俺を先に言わしてくれ。でもペイさんが最初に言ったとしても、うん、俺は多分、あ、でも俺は違くてって俺は年って言うじゃん。俺は違くてって言っちゃうと思う。俺何年の年って言うの大体。あ、言うね。お前もそうじゃん。まあね、別に。でも年下感がすごい最近感じるの。そう、なんかね、すごい感じる。俺もペイさんとね、ペイさんを思うと、まあだから結局学年っていうね、その決まりがさ、別になんか年、ね、そんな年単位っていうのもおかしい、ちょっと変だよね、なんかね。同じ学年ってなんだろうって、ちょっと最近疑問を無理やりくくってるからさ、1年間をここまでですかちっつって疑問を感じてるよ最近。そうだろ、そうなんだよ。いや、なんか本当に敬語使ってもいいぐらいなんじゃないかなとは思うけど、う、うん、まあまあ、やっとやっと追いついたね俺。まあそうなんですよね。でこれでもう1個上になっちゃうじゃん、すぐ。そうだね、すぐ。そうなんだ、短い間ですよ、だから同い年の期間は。そうなんだよね、なんかそれが最近、ほんとここ最近感じる。そうね、学年的にはペイさんの方だもんね。そのそう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 、そうなんだよね、俺の年。そうなのよ。そうだね、ドンさんの方が少ない。うんうんうん、そうなの、ね、ちょっと不思議に感じてる、うん、俺なんかちょっと得してる感じじゃないけど、まあ、得ペイさんに比べるとね、うん、どうなんだろう、損してる、損なのかな、ね、
いやでも成長から考えると、あーまあね、小学生とかってよく言うじゃん、なんか早い方が成長、一瞬一瞬がもうすぐ成長するから。いやでもね、こいつちょっとそれをね、うん、自慢げに言うんだよ、ね、なんか、ね、その人に何歳ですとは言ってんだけど、うん、プラス俺にもなんかね響かしてるような感じで、うん、俺の方が若いですよみたいな。最近ねそこに気づいて俺最近なのしかも、あ俺こいつもうほぼ年下だなっていうことにちょっと気づき始めてからは、うん、本当そうだね、ちょいちょいパンチしてる。うん、だから30超えたあたりから、うん、こいつ俺ためと思ってねえそうなんですよね、下だと思ってるんだよ、うん、下だよ本当に。あ俺若い、俺の方が若いなってちょっと思い始めてる。でもこの年になったらもう1歳の差なんてなんもねえよ。でもなんかその1歳の差をね今、そうこいつね味しめてるね味しめてる今だからちょいちょいジャブしてるねその話になった時は。そうだね、なんかこう分かりやすい区切りの年齢とかだとそれ出がちだよね多分ね。いやそうそうそうだね、うん、あそうそう多分その辺になると一番35、34ぐらいのそのなんだろう、四捨五入してうんぬみたいな、うん、その時とかは結構30の時だったね、出るんじゃない30の時にまだ29ですけどみたいな出すんだよこいつ、うん、出してたね、うん、出すだろうね、うん、そう出すよ。それこそ成人の時とかも成人してないみたいな感じ。そうだよ、なのに成人してるからね。そうだね、確かにそうかも。そうだよね、うん、でもね4月とかに成人してるからその時はねそんなに感じなかったんだよね。あうん、まあまあそんなもんかみたいな感じだったんだけどこっち側が感じるもんだからな。なんか最近逆にそれだから年取ってくるとだんだんちょっとずつその感じてくるもんなんかね。感じてる、特にペイさんという存在がでかいかもしれない。いやそうだね、うん、なんかちょっと不思議じゃ不思議だな、うん、だから3940は多分すごい来ると思うよ。いやすごい来るんじゃない、うん、お前40いっちまったかってなるもんね。ああそうだよ、小野さんが39だった時、うん、もうあとちょっとでこいつ40なんだってなるんだよ。そうだよ、いやああ、はい、それは結構だね。そうなんですよ。ああでちょっと味しめてる何の味がするのか分かんないけどそれが美味しいのかどうか俺には分からないんだけど、平さんになんか平さんより若いっていうそれ一切若い悲しいわ、ないそれ若さが売り、まあ、4月生まれとかじゃなくてよかったわ。あーそうね、4月生まれだったらもう4月生まれだって 4月でも同い年っていうか同学年でしょ。そう4月と2月だ、4月そうだね、4月のなんか前半とかだったたらなのかな。そうか、3月まで早生まれの枠、3月までじゃなかった、早生まれ3月まで早生まれ、4月からだと別学年っていう扱いなのかな、確かそうだったような気がするんだけど、そんな感じじゃない。うん、あ4月1日生まれまでが早生まれ。あえじゃあ1と2で学年が変わるってことだね。やだーそこー、その辺その辺やばいね、やばいね、その辺やばいわ。あと1日遅かったらバーってなるのか。なんそう考えるとなんかその区切りられ方っていうのもね、本当よくわかんない区切られ方もね、それだいぶ違うわけでしょ。例えば兄弟とかでさ、まあ、ほぼ双子で生まれたとしても、うん、小学年違っちゃったりするわけだね。違うね、そこでちょっとずれたら。あーすげえことだよな、こういう関係も変わるもんな、ね、それでな、全然変わるよ、本当だよな。その人とだって友達になれない可能性が出てくるんだよね、先輩後輩だとさ。だってほぼためじゃん、1日2日ほぼためだね、なんて、うん、でも気を使わなきゃいけない運命をだから握ってるんだな、それね、その辺のやだわ。まあそう考えるとまあ6月生まれ2月生まれはまあ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 まだね、まだ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 分かりやすい、分かりやすいするというか。いやでも俺の方が先輩だからいいよいいよ先輩でいてくれよ、後輩でいようとしてるこいつ後輩でいようとしてるぞ一生後輩でいいから俺は、むしろ後輩気分でいるぞやべえな、やだわ。ああ
まあそんなお二人からも誕生日プレゼントを、ああなんか無事届いたように、毎年いただいておりまして、届きました、うん、届きましたね。鉄塔さんからは、おお、うん、あれは簡単に言うと手を洗うやつよね。石鹸をが自動で出てくるみたいな感じだよね。そうだね、うん、石鹸なのか、なんか食器のやつでもいいみたいなことは一応なんかあったけど、やっぱ別でも使えるんだ。あれ使えるらしいよ。ただちょっとね分かってない、うん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 、何がどう使えるのかは。あれはね、洗面所にさコンセントがさ、うん、うち一つっきゃないのよ。はい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 。だからそこにタップを足して、あのなんかなんだ、三口になるやつあるじゃん、刺したら三口、はいはいはい、うん、あるね。多分それが必要で、それを刺した上で、うん、そこに、そうコンセントで、あの USB 充電だから、うん、あー充電さえされてれば、うん、別にコンセントなくてもいけるんじゃないかな。だいたいあれ、そうそうそう、電池で動くイメージあったわ。ああいうグイーンって勝手にセンサーで出してくれるやつ、完全に充電式だね、うん、そうなんだ。うん、だから常につけといた方が便利なのかなって感じ。結構持つらしいよ。でも、あ、そうなんだ。一回充電しちゃえば、うん、意外といけるんだ。意外と持つっていうのは書いてあったな、どっかのレビューで。あー、じゃあわざわざつけとかなくてもいいのかな。ずっとつけっぱじゃなくても、まあまあいい、いいっぽい。なんかなかなか、いや便利、いざ使ってみる。あまりね使ったことなかったの、ああいう。あ、ほんと、うん、いや俺も全然ない。ああいう自動で出てくるやつよく外だとあったりするけどさ。そうね、うん、うん、いや家でも使えるのはかなりいいですよ。実用的、本当に実用的なものをくれたなって。そうでしょ。いやまあこの、いや特に今さ、そう今すごいじゃない。本当になんかその手洗いうがいが叫ばれてるじゃない。そう、なんだかね、コロナがどうだこうだでさ。そうね、ほんとあれすごい、ほんとにマスク売り切れてるのね。いやマジ売り切れてるよ世界で。うん、マスクしてるあれ実況者の人とかどうしてんだろう今。ないんじゃない下手するとね。それもそうだしさ、これからさやっぱ花粉の時期になってる。いやそう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 、その人たち、認証の人たち大変だよね。だからね、そうなんよな、マジでない、マジでみんなこうなんだって思ってちょっとびっくりしちゃったもん。すごいよね、みんな本当にマスク買ったんだっていうかさ。いやまあ不安な気持ちはすごいわかるから、うん、うん、まあまあそっかと思ったけど。そうね、うん、だから結構ほんと必ず手洗うようにはしてるから最近。そうね、うん、結構いつもよりも念入りに手洗ったりしてるな。助かってますね、だいぶ。どうでしょうか。でてかあれにも使えるんだったら、何、食器洗いとかさ、うん、そっちで、そっちの方が便利そうな気がしてきたな。便利っぽいよね、なんかね、うん、その洗剤とかをグーって出てくる方が食器の、うん、そうよね。あそこで結構なんかそのわちゃ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 いろいろやったりするのってさ手間だからさ。え、手間手間、一回ポチポチ押したり。これ大体あの洗い物担当が多い。洗い物担当なんだ。どっちかというとなんだ、作った人は洗わなくていいっていうシステムにしてるのね。いや、いい、いい、そうそうそう。だからその率的に俺の方が多いから洗うのは、うん、の便利そう。そっちで使えるなら。そうね。ちょっと試してみ見る価値あるかもしれない。ちょっとやってみようかな。そのしかも充電もなんかコメント的に3ヶ月持つって。ああ1回の充電で、1回の充電で。でもなんかそんなのようなことを書いてあった。マジで結構持つらしい。そんなだから電力使わないんだろうね。ねえ、それなら良さそうですね。ちょっとそっちでも使ってみようかなと、うん、思います。いや、おい、ありがとうございます。ぜひぜひ、ぜひ使ってください。でべちゃんこさんからは、うん、2ついただきまして、ええ、なんか最近数で攻めればみたいなところを感じるんだけど。違います。いやでもね、これがね2つともいいものなんですよ。 あそうなんだ、ええ、そうなのよ。1つがブーツとかを磨ける 靴磨きみたいな。靴磨きね、うん、でちょうど、ま、去年のほんと12月ぐらいか、うん、にブーツを買ったんですよね。レッドウィングで、はいはい、買ってましたね。レッドウィングを買って、でああいうのってさ手入れがやっぱ大変じゃないですか、うん、まあ革物はね、うん、手入れしっかりするならもうほんとに磨いてうんうんってやんないとね。やっぱそのしっかりした方が長く持つと
言われてるんだけどさ、なかなかこうよくわかんないからさ、靴磨きって。そうだね、うん、でとりあえず簡単にできそうなものは買っといたの。ああ、うん、でもどうやんだこれみたいなさ、なんかなんとなくでやったりもしてさ、うん、よくわからんなみたいな。でこのなんか買ったそのブラシみたいなのもなんかやあまりにも多分安すぎて、これあんまり良くないんじゃないかなみたいな、ちょっと逆に、うん、なんかそう変な感じ、傷つけちゃったりするんじゃないかなとかね、なんかちょっと違和感しかなかったのよ、うん、でそこでちょうどぺちゃんこさんからなんか良さげなセットみたいなの、あーちょうど違うかな、かなりなんかきちんとしてそうなやつ、なんか箱にいろいろガッて入ってるやつだよね、あれね。そうなんかいろいろ入ってて、ああいうなんか靴磨きセッティみたいな、うん、なんか全てが入ってますみたいな、そうあこれはいいですわと思って、うん、でそれこれを機にちょっとちゃんと調べてあれをちゃんと使って磨いて、ね、そう磨いてみようと思って、はい、いやいいですねと。でしかも嫁ちゃんからの立場も新たなブーツだったんですよ。あ、いいじゃん。あ、そうなんだ。そう。そんなお前ブーツ今着てんの？今まで通ってこなかったからブーツは。あー。そのレッドウィングもそうだし、で、あのマーチンをくださったんですよ、嫁ちゃんは。おお。マーチン懐かしいな。あのローの方ね。うんうんうん。そう。ローのやつかっこいいっていう話をしてて、でそれをもらったから、ほんとちょうどいいのよ、あれ。いいじゃん。でもあれ、ほんとありがとうって。お前最近だってお前ずっとブーツだもん。そう、最近そう。履いてるからさ最近ようやくバンドマンみたいになってきたのじゃここに来てようやくあ、そう、うん、でもブーツってほんとさ、うん、あの履いたり脱いだりするのがこんなに大変なのかと。めちゃくちゃ大変だよ、ああブーツ。ちょっとほんとにめんどくさいもんね。友達の家とか行った時ほんとに大変ね、あれ。だからさ、あの、うん、居酒屋さんとかで、あ、脱ぐんだ、あ、脱ぐ、そう、ほんとにそう。そのブーツじゃないときはあんま気にしてなかったけど、うん、いざ自分がこうブーツとか網のだと気になってくるよね。ここめんどくさいなって。女性とかって結構なんかさ、うん、それでめんどくさいじゃん、ブーツとかね、パパってる方もいるから、あ、こういう感じ、あ、確かにめんどくさいなこれなみたいな、そう思う。初めて感じましたわ、うん、これはめんどくさいっていう。わかる、絶対スリッポンでいいもんねいや楽だね本当に楽。あと、なんだろう、足がちょっと重い。重い重い。あ、重くてでけえから、なんかね、いろんなとこにぶつけてた。ガンガンガンって。ああ、わかる。ぶつけるぶつける。いろんなとこぶつけてたわ。しかも最初、クソほど痛くてさ、ほんとに。その足が。硬いの、やっぱり。硬い。足の形になってないからね。そう。それはわかる。だから失敗したと思ったもん、最初。いや、俺も俺も。やべ、これだけもかって失敗したと思った。俺、ブーツ合ってないんだと思っちゃったもんね。うん、かかと痛えやつって。痛すぎーと思って。なる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 。もう。なる。あれは結構ちゃんと履かないとなれないんだよね。そう。で、うん、最初履いてた時さ、俺紐の結び方というかさ、紐の通し方、うん、あれブーツってさ、ちゃんとやっぱ一番上まで通さないとさ、うん、ダメっていうことを全然知らなくて、うんうん、ダメだね。あ、そうなの。そう、だからちょっともともとなんだろう、結構きつかったから、うん、一個こう通さずやってたの、うん、それでちょうどいいぐらいだと思ってたんだけど、うん、それをね、まあ、知り合いの人がしっかり教えてくれて、うん、あ、これねっつって、上まで通した方が多分めっちゃ楽になるよっつって、うんうんうん、うん、その視点が変わるんだって。視点が変わるからその分足が楽になるっていう話をされて、はいはい、上まで来るとなんかこう、まあ、ピタッとガキッと固定されるような、そう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 、で一体化するみたいな、そうそうそう、本当にそう、うん、めちゃめちゃ楽になって、そっからはしっかり上まで通してみたいな。だそこまで全然知らなかったから、うん、スニーカー気分で履いちゃってて、めちゃめちゃ、うん、そうよね、わかんないもんね、全然わかんなかった、うん、いや本当だよ、ありがたい、ありがたいプレゼントです。なるほどね。でもう一個が、うん、まあ、監視カメラ的なやつ、ペットを監視するのに使うような部屋に置くタイプのカメラだね、うん、これもねありがたいです、非常に。あ、そう、うん、それはやっぱりそのなんか
嫁がなんかしてんじゃねえかみたいな。ああ、何浮気してんじゃねえかみたいな。ああ、それタンスに誰か入ってんじゃねえかみたいなところを押さえとこうみたいな。証拠固めのやつでね。だからね。ああ、後のね。後の裁判に向けてのみたいな。それは今から用意しとこうみたいな。用だよ。多分ね。いやもう完全に猫用ですけど。あ、そうなんだ。うん。やっぱまあ見れるのはいいよなと思って、だいたいリビングとかで寝てること多いから、はい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 、うん、そこら辺に置いとけばね、どうなってんの、うん、どうなってんのか、アレクサも対応されてるやつ、うん、あ、そうなの、うん、らしいんだよね、どう連動するんだろうな、いや、わかんない、でも一応対応とは書いてあったやつを買った、あー、俺がね、前、結構前に買ったやつがあったのよ。でそれはね、解像度がちょっと低くて。あー、どうなってるかこう、うん、あんまり分かりづらい。なんか、いや、鮮明じゃねえなーって、うん、やっぱりちょっと思ってたんだけど。でも、ベイさん買ってくれたのは、解像度もいいやつ。へぇー。だったから。いっぱい。ね、うん。ちょっと良さげ。良さげです。あれもすごくありがたい。そうだろ、 SD カードもついてたの、ねえ、そう、 SD カードもつけてくれてさ、 SD カード付きなんだ、そう、サンディスクの SD カードがついてんだ、なんか、なんかなんだっけな、うん、サンディスクでもないの、サンディスクじゃないの、うん、違う、でもね、64GB ぐらいのやつ、強い、うん、そこそこ強いやつ、あ、ついてたわけじゃなく、あのプラスで買ってね、あれプラスで買ってくれてたやつだよね、ああ、なるほどね、うん、別の袋で来てたから、あ、これ多分買ってくれたんだなと思って、なるほどなるほど、そういうことか、そこが一番めんどくせえからな、うん、確かにね、あ、そう、コメントにあるやつ、トランスセンドって読むの、トランセンド、トランスセンド、確かそんなような綴りだった気がする、悪くないやつだよね、うん、悪くない悪くない、この文字列見るよね、見る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 、あー、確かに見る見る見る、この文字列見る見る、うん、見るわ、トランスセンドはない、実際にその口に出して言ったことはない、そう、言ったことはない、そうそうまあ、これならいいか、確かによく見るやつ、うん、へぇ、をいただきました、ああ、なるほどね、ありがとうございます、本当にそうですか、かなり二人とも実用的な、うん、実用的なのが見てきてる、ね、やっぱりなんかね、うん、なんだろうな、難しいよね、だからね、選ぶのが難しいのよ、難しい、なんか本当しょうもねえもん送ってもいいんだけど、うん、いやでも俺が送られてきたらこれ使わねえなみたいなのもさ、そうだね、あってもしょうがないし、まあまあなんかなっていう、しかも実際にもう過去でやったじゃん、そうだね、結構やったじゃん、もう、うん、結構重ねたから、うんうん、そろそろなんか、うん、まあだから狙いどころが難しくてさ、わかるわかる、うん、かといってそのっていうのもある、テトさんはまだちょっと俺悩んでる、テトさんからは確かにまだちょっとふざけ感の方が強いもんが送られてきてるわ。どちらかといえば鉄道さんのやつの方が悩んでるの。確かにそうだわ。この人は何か、俺どうしようかなみたいなのが結構乗っかなっていうのはまだちょっと。そういえば去年も来てたわ。そう、これなんだろうみたいな。これをどうしろと言うんだ俺にみたいなのが。実用性と言われる。だからなんかね、その、うん。ペイさんの悩みが伝わってくるんだよ。開けた瞬間に、これ悩んでこれなんだろうな、みたいなさ、うん。その時は言わねえけど、うん。ドンさんも猫から入って、うん、なんか猫の喋る気持ちを出すみたいな機会が確かあったかもしれない。そんなあんの？昔、そういうのあったけどね。犬のが鳴いたら何て言ったかわかるみたいな。で調べて、あ、うん、じゃあこれいいわ、これ買おうと思ったら、それよく見たら犬のやつで、あれ、あ、それはあるんだよ、最悪だよそれ、買ってきたら、そう、うん、それなかったから、あ、そういえばあれだったなっつってそれにしたんです、あー、なるほど、もうちょっとね、あの出てこなかった、うん、なんか本当に数で勝負だったもん、いいペン買ってあげようとしたけど、うん、この人、そういや、ペン使わずに。使わないもんね。まあ、使わないね。この人、今、あれ、パソコンでやってんだなと思ったら、うん。確かにそうです。それで、数。数打ち。なるほどね。なるよね、まあ。悩むよね。プレゼントだから、やっぱ難しいんだなとは、送るたびに思うわ。ね、うん、なんか、そんな話したけどね、前回か。いや、でも、ありがとうございます、あんた。実用的で。まあまあまあ、うん。どうなんですか、その、誕生日は、なんか、お祝いとか、うん。あー、まあ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 、家族とかで、あ、いや、今回は家族ではしてないかな、あ、そうなの、うん、
でまあ俺が食べたいものを食べてっていうような感じだったかな。なるほど。とか出かけたとかでもなく？うん、出かけなかったね今回は。あ、まあ、じゃあまあ本当のんびりしたもんだ。いやマジでのんびりした今回の誕生日は。ああ、うん、そう、まあ外もさ、なんか出ると怖えなみたいなのもあったし、ああ、本当なんかね、そうね、今時期はね、うん、大丈夫かなってちょっとよぎるよね。そうなんだよね、うん、だからね、まあ元々そんなに出かけるのを好きな方じゃないから二人とも、まあまあまあ、うん、そうらしい、まあいいかみたいな、どこ行きたいとこないのとか聞かれたけど、うん、まあ別にいいかみたいな感じで、だから普通にそれで良いとするのは素晴らしいよ。うん、普通にエペックスやってたと思う。結構な時間やってたんじゃないかな。うん。なんか俺やったんじゃないかな一緒に。あ、多分そう。テッドさんいいか。そう、テッドさん一緒にやったよ。急に誘われて、うん、まだやってんのみたいな。そう、テッドさん一人でやってたからさ。そう。もうでもやってるけどみたいな感じならちょっと違って、あれフルパーティーでランク行こうぜみたいな。ちょうどね同じ隊に行ってるからさ、そうそうそう、全員が、じゃあそうか、そうか、その時エフェクスしたわ。やったやった。そう、夕方でやりだしたらさ、テッドさんいたから、おっと思ってダイヤのランク行こうぜと思って、うん、でボコボコボコにされて、クソミソにされて、クソミソにされて、グズグズになって、うんうん、ダメだった、ね、はい、全然ダメだった。無事は、あのゲームすぎるわ。すげえ誕生日だな。そんな誕生日でした。確かにそうだわ。でしたね。ああ、なるほどね。はい。まあまあまあ、よかった、よかった、よかったですね。ええー、ありがとうございます。まあまあまあ、その日を、ちょっとから遡ってなんだけど、ええ。今回、ドンさんはいないんだけど、そう、いなかったんですよ。そうね、ちょっと用事、用事がありまして、ええ。できちゃって無理だったんだけど、まあ、ぺちゃんこさんと僕とで、ちょっと、ライブに。いやー、行きたかったー。行ってまいりまして。まあまあ、これはぺいさんがね、やっぱ思い入れがあるから、あるだろうから、うん、ちょ、ぺいさんに話してもらった方がいいのかな。うん。まあ僕、まあ、ドンさんも含めなんですけども、ええ、まあ、高校時代から好きである。そうだねー。ダストボックスというね。ダストボックス。ダストボックスですよ。うん、うん、バンドだね、うん、ジャンル的には何っていう風にくくりなの？まあでも聞いてた時代、うん、本当はまあロックだったり、うん、っていう部分なのかなとは思うんだけど、うん、まあメロコアという、そうだね、感じで大きなくくりで言うとメロコアの人たちとこうなんか一緒になんかいろいろやってたみたいな感じの流れなのか、うん、ジャンル、うん、そうね、ジャンルってちょっと分かんないよね。はい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 、そうともなんですが、まあ行かせていただいてさ、そうですね、本当にもうファーストアルバムぐらいから聞いてた、うん、聞いてたね、うん、うんうん。でまあちょっと前にハワイアンシックス、そうだね、確かに、うん、のギターのゆうたさん、うん、もうまあ見てくれてるっていうことで、うん、だいぶ行かせてもらったんだけど、まあそれぐらい同じぐらいの流れで、ダストボックスのベースのジョージさん、ジョージさん、うん、ともうまあ知ってくれてるっていう感じでさ、うんうんうん、でライブ来てくださいよみたいになってたんですよ、うんうん。それで、まあ、ファイナルがあるんで来てくださいって言われたから、これぜひ行かせてくださいっつって、なんかツアーのね、うん、ファイナルでと東京でやるみたいなね、うん、あれはゼップを回ってるの？今回のそのツアーファイナルシリーズみたいなのでゼップを回ったんだね。3カ所ぐらいかな、うんうんうん、名古屋とかだったっけ。なるほど。あって最後東京、うん、いやー、しかも対バン、対バンというかゲストバンドがさ、うん、言いまして、うん、それがストンピンバード。いやストンピンバード、ストンピンバードっていうのは俺が高校生の時ドンさんに初めて、じゃあこれ CD 貸してやるよ、聴けよ、かっこいいからっつってさ、うん、あの駅で CD、 ストンピンバードの CD 借りて、うん、ありがとうって開けたら、うん、あのいきなり陰毛が入ってたっていう。それは何、その CD 特典としてついてるやつなの？ CD 特典なんだと思う。ストンピン大丈夫、ストンピンバードは陰毛がついてるの？いや、初回購入特典だと思うよ。初回購入特典、うん、そう。開けて、でもこれこれ、あ、君の会って言って、
なるね君の回答で二人でキャラキャラキャラ笑った。本当笑ったあれマジで。いやまあ昔からそれも言ったらまあ俺よりドンさんの方が好き。そうだね。でドンさんにさそれまあこいつ本当急遽行けなくなっちゃったのよ。うん、そうだね。急遽行けなくなっちゃったよ。その前まで行くってやったんだけど、2日前、1日前ぐらいにちょっと、そうだね。無理になっちゃったみたいなね、話になっちゃって。うん、うん。マジか。ストンピンバード、あとは10フィートですよ。10フィートね。10フィートね、ライブでそんな見たことなかった。俺もない。うん。あまりこう通ってくるような感じではなかった。ああそうなんだ、そうだね。ちょっと違うジャンルだったのかな。じゃあそうなのかな。俺が見てた時ってその好きなバンドを行って10フィートが出てくるっていうことがなんかねそんなになかった。俺もなかったんだよね。だからあんまり見たことないと思う。なんかフェスとかではあったかもしんないけど、はい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 、うん、あんまりライブハウスでは多分見たことないと思う。すごくかっこよかった。いやいいなぁ。10フィートはかっこよかったね。かっこよかった。まあ、ストンピンバードもかっこよかったんだけど。ストンピンバードさ、うん。テッドさんがさ、うん。そのライブを見てる最中、テッドさんずっと口が開いてる状態で、おぉ。もう、常に、まず一バンド目の一曲目、始まりますっつって、うん。ダーンって始まったら、ステージに、20人ぐらい、あの、はいはいはい、お客さんが乗ってきて、うん、もう、どれが演者か分かんないぐらいになってて、うん、ね、セキュリティの人がいて、うん、この会場の前、舞台と客席の間にこう何人も立つじゃない。うんうんうん、で、なんかこう、わーって盛り上がったら、その、俺が前、ハワイ6で見たときにさ、うん、その、言ってたように、その、盛り上がった人を殺していく人たちが、屈強な男たちが10人ぐらいバーって並んでんだけど、そのストンピンバードさんが始まった時に、もうとりあえずセキュリティの人ちょっと一回はけてみたいな、なんか横にみたいなね、休憩してていいですよ、大丈夫ですって、でなんかもう上がってこいみたいな感じになってからの、本当にみんな上がるんだみたいな、はい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 、で3人、まあ全員あれ全バンド3人だったのかな。そうだね、スリーピースっていうのかなんだな、うん、うん、で3人しかいない中に20人か30人ぐらいバーって上がるからさ、うんうん、どの人が何なのかがもう一瞬にして分からなくなっちゃって、はいはいはい、なんだこの世界はすげえびっくりした。だからあれ、あの光景すごかったわ。1曲目だよ、1曲目でそれだもんね。なんかそう盛り上がってこうなっちゃうっていうのは分かるんだけど、うんうん、最初からもうクライマックスでいくんだなみたいな。ああすごかった。いいなぁ、見たいわ。目丸くなっちゃったらずっと、これは何が起こってるんだろうね。表面に 2,30 人ずらーっといる中で、うん、その後ろにかあのもう埋もれたドラムがそうだよね、あれ絶対見えない。そうなの。だからそうなったらね俺さ、その2人なのみたいな、分かんなかったから、うん、その人たちが何人のバンドなのか、うん、ただドラムの前にベースとボーカル、ギターボーカルがいて、うん、その周りを囲んでるから、でドラムはその後ろにいるのよ、その輪のそうなので囲まれないの、特にまあ台、うん、台もちょっと上がってて、ね、まあそうだね、そう、うん、だからあこれはドラムはなんかサポートかなんかで、うん、まあ、だからみんな囲まないのかなみたいな、はいはいはい、別なのかなって、だからこの2人なのかなみたいなことをペンさんに言ったら、3人だよみたいな話で、そうなんだ、そうなんだ、ドラムの人も、あじゃあかわいそうじゃないみたいな、なんで近くにいてあげないのみたいなね、話をちょっとしてた。ああなるほどなるほど。あの時ドラムかわいそうだなと思って。そうね、ああ基本的にドラムは動けないじゃん、うん、動けない、うん、だからギターの人とかベースの人とかは、うん、こう最終的にお客さんのところにさバーって飛んだりするわけよ、うんうん、でなんかね最近のギターとかドラムってワイヤレスなんでしょ。ああそう、ああまあそうだね、だからそのコードがついてなければそのなんかそこで弾いたりもするみたいな、はい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 、お客さんの波に乗りながら弾いたりするとか歌ったりするとかあるんだけど、うん、ドラムの人できないじゃん。できないできない。だからかわいそうだなと思って。そうだね、テトさんそれでなんか
体にドラムつけれないのかなと言い出して、お腹とかに太鼓とかさつけてマーチングバンドじゃん。そうでそこトン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 、うん、肩とかもトン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 叩くようにすれば動きながらできんのにと思って、ないとかわいそすぎるみたいな。そうかわいそうなんだよ、ドラムだけなんかさ後ろの方でずっとやっててさ。うーん、まあ、確かにね。あれをやってあげろよと思って。うーん、確かに混ざれないね。そう、なんで混ぜてあげないんだと。うん、だからそういう人のためにじゃないけど、うん、あのたまにその対バンしてる他のバンドさんのドラムが、うん、そういう曲の最後とかに出てきて、あ、締めのとこだけ交代して、でその人飛んでいくみたいな、っていうのはあるよね。なるほどなるほど、うん、ってなった後だよね。そう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 、あ、面白い面白い、ね、うん、そういうの やる人はやるのかな。あ、なるほど、うん、もう終始それ、あ、なるほど、もう人がいる、あ、状態で、うん、まあ、35分ぐらい、なるほど、あ、もうずっと、いやもう、まあ、途中ぐらい1曲目2曲目終わったぐらいから、うん、だからその呼びはしたけど、うん、あの上がって最後まで残ってるのってかっこ悪いからねみたいな、うん、ちょっと言ってたおめえら出せんだぞってあの一回ステージに乗って飛ぶからかっこいいんだって。で、いや、それそうだよな。そう、その時は、うん、あのまあ、MC のとこ、うん、でさ、一回お前らみんな体育座りしろっつって、うん、うん、ステージ上で2、30人が体育座りしてるところで説教みたいな感じいや、それそうだよな、うん、そう、でもなんかそれも含めて面白かったわ。うん、なんかすげえ世界だなって。なるほどね、うん、曲もやっぱ昔の曲、ね、やってました。ドンさんが高校の時に、うん、コピーをしていた、うん、曲とかがもう常に、あ、本当に自分たちの曲のようにやってたよ、高校生の時。ああ、そうなんだ、うん。だって初めて俺が聞いたのは、そのドンさんがやってたバンドで、あ、やってたのを聞いてたからね。うん、で、あの曲何っつって、CD 借りて陰謀が入ってたの。なるほどね、逆なんだよね、俺。そうなんだよね。そう。本人たちを聞く前にドンさんの、そのバンドの。ドンさんのを聞いて、陰謀があって、ストンピンバードなんだよ。本当の。そうだね。なるほど。いいなぁ。いいでしょ。でその後は10フィートですよ、うん、まあ10フィート、まあとりあえずその10フィート、その流れでさ、うん、で一番最初になんか俺らステージ上にお前ら来たらどつきますわっつって、あー、逆にね、そう、逆にだからまず違うんだよっていうことをちゃんとね、なんか面白を込みでアピールしてて、そのなんかすげえ、だから離れしてんだなっていうかさ、あー、いや、もう長いもんね、もう慣れたもんですよみたいな、うん、感じなんだなっていう、なんか余裕とかがちょっと見えてかっこよかったな。かなり長いんじゃないかな。10フィートはそうだね。うん、え、関西の方だよね。関西の人だった、うん、そうだよね、ボーカルの人、うん、あの京都大作戦っていうフェスやってる人たちだよね、うん、あ、そうだと思う、多分そうだよね、うん、うん、いや見たいなぁと思いつつ全然見れてない。めちゃくちゃかっこよかったステージの。いいなぁ。しかもさぁ、うん、最初の3曲目、3曲ぐらいは、うん、あの曲の始まりをダストボックスの曲から始めるの。粋なことしますね。そうだったらしい。俺には分からなかったけど。そう、うん、やってから自分たちの曲始めるみたいな。あー、でも確かになんかその10フィートの方たちってやっぱハイスタンダードがすごい好きっていうのがあって、うん、あ、そうなんだ。でなんかそのハイスタの曲をやったりっていうのをなんか見たな、ツイッターで見たのかな、うん、なんかやっぱライブで他のバンドの曲をやったりみたいなのがやってるっぽいんだよね、うん、あ、いいなあ、すごいと思いながら。マジかよ。しかもさ、うん、あの俺ら全く分からなかった、そんなつもりで言ってなかったんだけど、うん、まさかの関係者席みたいな。そう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 、あのあー、なるほど、ゼップ東京の、ゼップ東京はやっぱ会場も大きいから、うん、だから最初どうなんのかなと思って、やっぱハワイアン6の時もさ楽しかったけど腰が痛いっていう状況になったから、
今回大丈夫かなと思って、俺だから行くときにその腰に巻いてったのよ。ああ偉い。なるほどなるほど。通用のやつを、うん、サポーターを。大事。そう。これでこれを巻いてればまあ後ろの方で立ってもまあ大丈夫だろうと思って。うん。で、ねちょっと話が戻っちゃってあれだけど。うん。そのゼップ東京のところ会場をついてさ。うん。あれなんだっけ、ララポート。ああ。なんだったっけ、お台場のところ、ね。お台場のところだよね。そう、お台場の。いや、なんだったっけ、何あのコーナー。ララポートじゃない気がするな。ララポートじゃない。うん、ダイバーシティ、いや、ダイバーシティでもない。ヴィーナスフォート。それ、あ、ヴィーナスフォートか。コメントの、ヴィーナスフォート。うん。そこに行ってさ。うん。なんか、でも、すげえ、おしゃれな空間でさ。うん。ペイさんと二人して、わーみたいになってて。ドキドキしてた。あの辺行ってねえな久しく。いや俺もね、うん、あヴィーナスフォート20周年とか書いてあってね、ダストボックスも20周年とかでしょ。ああ20周年か。そうだからちょうどなの、あそこがなんか20周年ちょうど合わせて来てる。合わせてきたね。そういう話もちょっとしてたわ。あ本当に、うん、観覧車とかもあるしヴィーナスフォートだって入るとなんか空、天井が空になってるんだよ。うん、どういうこと室内なのに空があるの。うんうん、そう。何言ってるの？なんかディズニーランドとかみたい。なんか、はい、建物の中なのに見上げるとこう空が、まあ、あれが映像っていうかなんかなんだけど、うん、なってて、なんか、そわそわするみたいな。マジで？二人で歩いてて、そわそわするんだけどみたいな。確かに、おっさん二人が行くところじゃないもんね。そうなの。めちゃくちゃなんかね、おしゃれなの、なんか。気取ってんな、みたいなさ。はいはいはい。うん。とりあえず牛タン食うべ、みたいな感じで二人で牛タン食べて。マジかよ。それも羨ましいわ。めっちゃうまかったわ。めっちゃ羨ましいわ。で、ライブ会場、じゃあそろそろ行こうかなって言ったら、なんかその、それっぽい人たちがこうわーって溢れててさ、うん、と、近づいてったらもう本当に列、物販列なのか入場列なのか、入場列かな、うん、やっぱいっぱい入る、2700人ぐらい入るのかな、2400だか700だか、うん、入るねー、すげー入るみたいで、なんか何千何番の人みたいなことを読み上げてて、うん、これ並んだりすんのかなと思ったけど、なんかやっぱりそのまあご好意もあって、うんうん、とりあえず関係者入場みたいな感じでさ、すげえ横っちょからその名前言ったら、あ大丈夫ですよみたいな、マジか、そう入れてもらって、でなんかシール的な何かもらって、はいはいはい、でどこに案内されるのかなと思ったら、2階席はあっちですみたいなこと言われて、うん、あ2階席2階にあんのみたいな、おいおいおいって思ったよね、どうなってんのみたいな、はあ、でそしたら2階に上がるための階段の前にその屈強な男がいて、おその人に見せたらどうぞみたいな、あなたたちでしたかみたいな、どうぞみたいな感じでさ、なんか悪いね、あのいい瞬間たまんなかったね、たまんなかったね、他の人たちはなんかさ物販とかで並んでる中、うちらはなんかこのあすいませんみたいな感じで、マジで行くみたいなね、で2階行ったら、うん、2階はその椅子がバーって並んでて、お、だから椅子に座っていいみたいな、あなるほど、そうなのよ、2階はそうなってるのか、2階は逆に立っちゃいけないみたいな感じで書いてあった、座ってないからみたいな、うん、素晴らしいね、そうで左右にちょっとせり出しがある感じで、うん、で左右に1列あって、あと後ろにこうなんか普通に劇場みたいな感じで、うん、3列4列ぐらいが段になってるみたいな感じだったのよ、おどこ座るっつったら、なんかペイさんが端の前とかいいっすかみたいな感じでさ、あーなるほどね、ちょっともうペイさんテンションすでに上がってるから、あーもうねもうそピーク、そりゃ上がるよね、で端前で座ってライブ見ていいんだみたいな、はいはい、でなんならそのお客さんがすごい見えるわけ、やっぱそのせり出しのところだから、うん、うわーみんななんか集まってバーにしがみついてるねみたいなさ、うん、感じの中なんかちょっとリラックスムードで、うわ楽しめるみたいな、最高だね、最高の席だった、それは最高だわ、だよ、うん、うん、特にその腰とかを懸念してた俺からすると、もうこんなに、いや本当にそうだね、こんなに素敵なところで
見ていいんですかみたいなね。うん、いや本当にね、腰くるからね、マジ。腰そうなのよ、ぶっ壊れんだよね、ぶっ壊れちゃうから。あ、本当にいいライブハウスだねって思ったわ。いや、それはいいね。ゼップ東京いいですね。ゼップいいねっていう話になってた。そう、鉄道さんと、うん、ゼップでできませんか。しきりに言うのよ。ゼップでなんかできないみたいな。うん、まあ、確かにその着座もできるらしいのに、そういうシステムにも。で結構座れるらしいんだけど、いやでも取れないよって、ゼップは取れないよって、なかなか取れなさそうだよね。いや、ゼップはすぐ埋まるよっていう話をしてた。また一つ夢ができたよね。2年3年前ぐらいから行かないと。そうだね、きつそうよね。休日はまず無理だと思うわ。話はしたけど。なるほど。でもいいライブハウス。常にまあ上から見させてもらう。そうだね。なるほど。それはいいわ。本当につぶさに見えんのよ、すべての行動が。うん、いや、いいね。このライブなんだか知んないけど、このライブ3バンドとも靴がよう飛ぶなみたいな。そう。なんであんな靴飛ぶんだろう。え、靴がステージ用に飛んでくんの？お客さんの靴ってこと？お客さんの靴。最初はなんかそういうこうノリで投げてんのかなと思ったんだけど、途中からなんか靴見つけましたみたいな感じで前に投げてあげてんのかなってちょっと思ったりもしたんだけど。あ、違うんかな。なんか靴がよく飛んでた、片っぽなのかもしんないね。まあ埋もれちゃうし、まあ危ないから靴だけあるとね、なんぞっつって、うん、正面投げてなのかな、じゃないかな多分。で、出演者の人とかスタッフの人に渡して、うん、なのかな、わかんない。最初はそれがパフォーマンスになっててさ、うん、お客さんの靴かなんかがその会場ステージ上に残されてて、うん、誰んだみたいになって、わかんないからとりあえず後ろに投げて、受け取ったやつは一回二階席に投げて、うん、で二階席から一階席に戻して、一階席からステージに戻してみたいな感じの、なんかね、靴がすげえ飛んでた、だからずっと、ストンピンバードの時だけど、うん、なんかそんなパフォーマンスもちょっとありだけど、いいなぁ。それでストンピンバードと10フィートのライブを見て、まあすごいね、面白いねみたいな感じして、でいよいよですよね、ダストボックスですよ、うん、もうすべてがすごい。そりゃそうよなぁ、にやけが止まらねえよな。もう大興奮でした、すべての曲。あと、まあ新しい、うん、アルバムのツアーファイナル、うんうんうん、みたいな感じで、うん、まあ去年の夏ぐらいから出るのファイナルでさ、うん、昔の曲もやるのよ。やるんだ。やるのよ。どのぐらいの時期のやつ？いやもう割とピンピン、俺らピンピン。ああ、一番聴いてた時らへんのやつ、うん、そう。なんかその次やる曲はなんとかなんとかって言ってからさ、ちょっとイントロがあったりするんだけど、なんとかなんとかつってイントロが流れた瞬間にペイさんが「あっ」みたいなさ、ちっちゃくとかさ、なんか体がビクンって なったりしてるとか隣で見ててさ、あ、なんかこれはペイさんがすごい思い出あるやつが今から始まるんだみたいな、なんかわかるなるんだ、うん、これはそうなんだ、なんか思い出のやつだみたいな、きっとそうなんだろうみたいなね。なるほどね。よかった、それもよかったわ、うん、いやもうさ、しかもその知ってるからとかうんぬん関係なしに、昔からジョージさんのベースラインが好きなの、すげえかっこいい、ね、言ってたよね、うん、はあはあ、で結構聞いてたりして、あとベース本体が、うんうん、あの人すごいポップな色のベースが多くてね。多いよね。そうね、今回も水色のベース使ってたね、うんうんうん、で昔は紫のとか黄色のとかあったの、うんうんうん、でわーポップなのかっこいいなーって思って、で俺も今水色のとか、うんうん、まああのベースはハワイアン6の昔のベースの方が、うん、まあ使ってたり、でゴイステのベースの人も一時期あれのオレンジ色使ってたりしてたりしてたんだけど、そうなんだ。とやっぱポップな色いいよなと思って、うん、今もあのベースを使ってたりするんだよ。なるほど。うん、ジョージさん服装もね、おしゃれ。いや、おしゃれだね。おしゃれなんだよね。おしゃれ。だそれがもうなんかベースにまでいってるような感じのやつよね。すごいかっこいい。しかもさ、上から見てるからさ、うん、袖にさ多分
分あれサブで何かあった時用のためにベースがあって、うんうん、昔使ってた黄色いベースが置いてあんのよ。ああ使うのかなと思ったら全然使わないの。あまあ全そうね、うん、いや変えてくんのかなと。ああなるほどね、曲によってね、うん、そう全然変えてこなかったわ、うん、ずーっと水色サブだったから、あくまでそうあくまでサブだった、ね、あくまでサブだったか、うん、うん、いいなー本当に。いやでもね、そのライブも良くてさ、うん、俺なんかは本当に浅いから、まあ、今回のそのライブ行くっていう決まった時に新しいアルバム買って聴いてたりしてたんだけど、うん、あんまり知らないから、まあ、それでも何曲か知ってる曲は流れて、うんうん、あこの曲知ってるわと思ったんだけど、うんうん、でも知らなくてもね楽しかったな、すごい、まあ、全部のステージが楽しかったんだけど、うんうんうん、特になんかいいなと思ったのはあのさダストボックスってなんか仲良くない？あ何ステージ上でってこと？ステージ上でなのか、なんか3人仲いいなっていうのが分かるんだよ、なんかね。ああなるほど。見てて別に他が仲悪そうっていうわけじゃないんだけど、うんうん、いやすげえ楽しんでる。そうなんか3人がね、なんかすげえこの人たち楽しそうに、あまたちなんか目合わせたりなんかすんなーと思って。そのそうだね、ライブの写真とか見てても、うん、結構楽しそうだねいつも。そう、うん、だからそれがすごい伝わってきて、この人たち本当に楽しいんだなっていうのがね、あ分かって、なんか素敵な気持ちになる。なるほどね、うん、なんかその袖からなんかが見えるみたいな話してたけど、はいはい、その袖側が見えんのよ、下手袖かな、うん、かなんかが見えて、うん、うちらの座ってるところから、うんうん、したらなんか前にやってたバンドの人たちがちょろちょろこう見てたりする、うんうん、向こうからね、そう、うん、なんかそれも結構良くてさ、あで途中途中でその人たちの前に出てたバンドの誰かが、うん、なんかギターを弾いたりとか、うん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 、ベースこの曲はこう弾いてもらったりとかして出てきたりするのも、うん、なんかすごく良くてさ、あそうね、そうあこういうのあるんだみたいな、あのねそうあの界隈のあの辺は本当に仲いい、そうからもうなんかそ本当に仲いいみたいだね、なんか昔話とかもちょっとあってさ、うん、この人たちとはこうでこうだったんですみたいな、そうだね、そうなんだ、いいねみたいな、なんか本当戦友のような感じ、うん、やっぱ長い間ね、うん、多分それぞれがそれぞれ頑張ってやってる中でこう一緒にさライブをやったりとかもあったんだろうなっていうのが見えて、うん、そうだね、共に来てる感が強いよね、強い、うん、本当に強いね、うん、だからストンピンバードのさボーカルの人ってもう最初すげえ大暴れしてた人が、うんうん、その途中でダストボックスでギターかなで入って瞬間があったんだけど、その時はやっぱりちゃんとダストボックスの人を立てって、そんなに変なことはしないけど、でもなんかちゃんと曲をしっかり弾いて盛り上げるみたいな、でも楽しいみたいなのが、いいですね、それが分かるの、なんか見ててわなんかすげえすげえいいもん見てるみたいな、そうなのよ、だからこれ分かってたらもっとすごいんだろう、来るんだろうなっていうのがね、熱いんですよ、伝わる、いいなこれっていう、いいね、セプトーさんいいじゃん、いやいいこと言った、いいこと言ったね、嬉しい、これね、いや本当に良かった、でさなんか見てるお客さんもさ、そのなんか時々ヤジとか飛ばしたりするんだけど、なんかそれが本当通過なわけよ、そうなんだね、もう分かってるよお前らのことはみたいなね、で見てる人もなんかもう分かってるよみたいな、そういう感じだよね、一体感があるのよ、そうだからなんかこの好き、この人たちみんなここ好きなんだなみたいな、そうこの空間が好きなんだね、本当にそう、音楽ね好きな人たちなのよ本当に、そう分かって、いやいい、だからなんか人がすごい熱中してるものを見るのっていいなっていう感じ、そうだね、すごく、うん、めっちゃ良かったわ、いや客さんも良かった、だからすごいノリも良かったし、ね、空気感しかもぎゅうぎゅうだしね、ぎゅう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 だ、うん、ずっとぎゅうぎゅう、すごい良かったね、すべて良かったわ、そうでさ、うん、もう終わる、ほんと終わりの2曲前ぐらいかな、うん、ほんとお客さんとなんかもう煽ってさ、うん、なんかこういう風に掛け声言ってくださいねみたいな、うん、ところがあったのよ、なんかあれはそういうもんなのか分かんないんだけど、そうだね、なんかワンツーとか言ったら、そうワンツースリーフォーみたいな、じゃあお客さんも一緒に行ってね、うん、みたいな、うんうんうん、ところでちょっとあったよね、なんかね、そうだね、ジョージさんが本当に一瞬なんだけど、うん、ジョージさんが言ってたの、うん、で言ってねみたいになってた時に、うん、なんかこっちを見てるなみたいな、
二階席をね、うん、急にそれまで見てなかったような感じだったのに急になんか二階席でうちらのところを見ているなみたいな、指さして手振ってくれたの。でも俺らじゃねえだろうっていう、分かんなくて、だからうちらなのか、うん、でもなんかとりあえず振られてるからっつって俺すげえ中途半端な手角度で手上げて、うん、わーってこうなんか胸の前で手を振るみたいな、すげえどう思うみたいな、俺もちょっと分かんない、俺もなんかなっていう、ダセーやつじゃん、超ダセーやつじゃん、ダセーやつじゃん、もっと大きく振り合えば、まあなんかもっとこうね、うちらもいるよみたいなさ、なんか片手を軽く上げてさ、うん、みたいなやればいいのに、なんかすっごいちっちゃくそう虫の前でわーみたいな、僕らだよみたいな、あれやばかったね。あれやばかった。でも2回ぐらいほんと振ってくれて、その後のところでもなんか声出してねっていうところでもなんか2階席声出してねみたいな、なんか今度ちゃんと2階みたいな感じでさ、うちらに向けて行ってたから、あ、これは多分うちらだよねみたいなことでまた胸の前で、わー声出すよみたいな。ちょっと恥ずかしめて、やりまーすみたいな。そう。で俺はねちょっと声出したんだけど、ペイさんはなんかあんまり声出してなかったよ。俺はだってワンツースリーフォーは言いましたよ。ほんとに、なんか聞こえなかったけどな俺には。なんかこいつ恥ずかしがってなみたいな。テトさん出したの？俺はなんか出した、ちゃんと。嘘だよ、俺の方がワンツースリーフォー。いやーペイさん全然聞こえなかったよ。あんなの声出してるうちに入んないよ。嘘つけ。俺はだって俺が声出したらペイさんがちょっと俺の方向いたなっていうのを、テレがあるじゃん。やっぱね、あの、なんていうのかな、あの、なんていうのかな、俺、ちょっと、テッドさんが横にいる状態でさ、ちょっと恥ずかしいじゃん。盛り上がりきれないみたいなね。まあまあ、それはそうだと思う。今までと違う一面がやっぱ出ちゃう。そうね、確かにね。なんか、すげえ好きなのをさ、わーって。って見てるのを見られてんのもちょっと恥ずかしいっていうのもありながら、ペイさんの方が前に座ってて、俺がちょっと後ろで、しかも横並びだから、俺は常になんかこうペイさんの片方の顔の側面を見るみたいな感じ。そうだからね、ちょっとね、やっぱこっぱずかしい。まあそうよね、いきなり盛り上がっちゃったらね、そうだね、差が出そうだよね、ちょっと。そうでしょ、急に俺手挙げてさ、叫び出しても、ちょっと、しかも2階席はね、そんななんか、わーってなる感じでもなかったから、やっぱ座っちゃってるっていうのは。まあそうだよね。そう。フェイサーみたいにちっちゃく、おっ、おっみたいな感じで、のが限界なのかなっていう感じはしたけど。ああ、いいな。この曲、ね、ワン、ツー、スリー、フォーって言った後の曲が、昔から好きな。おう。あとにそれが来て、俺たぶん一人で、おぉってなっちゃって。ああ、それでなってたんだ。おぉ、これが来るんですかみたいな。うん。独り言言ってた、なんか、これだみたいな。ちっちゃく独り言言ってた。うん、そう。うん。いやー、よかった。いいなー。全部よかったの。いや、でも全部いいでしょうね。いいでしょうね、それはね。専門の時とかが一番聴いてたんじゃないかな。そうだね、専門学校の時は一番聴いてたわ。うんうん、あのダストボックスのギターの菅さんが ESP だよね。菅さんだけだよね。だと思う。多分そうだよね。うん、卒業生なんだよね。なるほどなるほど。そうで、だから俺らが通ってた時もそういうダストボックスのなんか写真とか、そう、うん、貼ってあったりしたもん。うわ、ダストの菅さんじゃんみたいな感じで出て、だからほんとその時期、なんかそのなんだっけ、俺の昔やってたバンドでなんかレコーディングしますっていう時に、なんかこう参考になる曲、こういう音作りにしたいような曲あったら持ってきてくださいって言われてて、ダストボックスの曲持ってって、こんな感じのなんかギターの音とか、ベースの音とかにしたいですみたいな感じで言ったのもあったりした。なるほどね。いや、いいな、本当に羨ましいわ。すごいね、でもそんなやっぱ長く続けてる、ね、そうだね、だね、続けてくれてるんだね、だからね、折れずにさ。だからその本当それそのぐらいから横のつながりのバンドもさ、同じようなストンピーンとかも、テンビートとかもそうだから、その時からも。26年とか言ってた。そうだよね。
怖いよね。そうだ、横のつながりもやっぱすごいよね。まあでも逆に言うとさ、それ以上のいっぱいのバンドがやっぱやめちゃったりとかさ、うん、まあ解散したりっていうのがあるわけじゃん。やっぱ続かないとか売れないからもうやめますみたいな。うん、その中でこうちょっとでも残ってくれてる残ってる人たちってやっぱそれだけでも多分つながりってのできるできるできるだろうね。一緒に頑張ってたんだなみたいな。続けてるってすごいんだよね。そうね、本当にすごいなと思う。でまあ全部終わってさ、うん、で楽屋の挨拶どうやって行こうかみたいな。確かにね、してたんだけど、なんかその2階席だからやっぱ、うん、みんな関係者なわけよ、うん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 、だからみんななんか挨拶に行くみたいな感じに雰囲気になってて、なんかゾロゾロ、うんうん、そうだから、あ、ここについていけば行けるんじゃないかみたいな、はいはいはい、話して、まあ、必死についてってさ、うん、途中見失ったりしたんだけど、うん、なんとなく雰囲気でこっちだろうみたいな感じに勝手にだって裏歩いちゃってたもんね。そうそうそう、分かんなかったからこっちに消えたぞみたいな感じで行って、で楽屋前にまあずらーっと並んでるわけよ、関係者の人が。ああ、なるほど、順番にね。お話のために、そう、順番になんだみたいな。じゃあうちらもどっかに並ばなきゃいけないんだなって、こう入り口そわそわしてたところに、まあドア開いてたから、うん、で向こうからさ、うん、声かけてくれてさ、おー、あれみたいな。そう、本物だーみたいな感じで向こうが近づいてきて、あいや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 、あれ何なんだろう、ね、見てね、分かんないけどなんか本物だーっつって来ていただいて、なんか昨日もマイクラ見てましたよみたいな。マジだ。してさ、うわ、いやなんか恐縮ですみたいな、申し訳ありませんみたいな。あ、なんかやっぱすごいなんていうの、気さくな方でさ、うん、うん、なんだろう、なんていうのかな、まあ本当に接しやすくしてくださったっていうのももちろんあるんだけど、いや本当に俺いろいろ言いたいことあったんだけどさ、うん、何も言えなくなっちゃった。何にも言ってなかったね。出た、ああ、飛んだ、飛んじゃった。最高でした、うん、そう 4,5 回言っただけ俺の方が喋ってるぐらいだってなんかあんまこいつ何も言わねえなみたいな好きだったんですとか言わねえな、こいつ。言ったみたいに、うん、あの曲まさか聴けるとは思わなかったとか、うん、あそこのベースラインすごいいいっすよね、本当に好きなんですとか、うん、ね、ベースなんもあのポップな色マジかっこいいっすみたいな、うん、すげえあったんだけど、もう行った瞬間にもう何にもポッとなって、いや分かる分かる、うん、最高でした分かる分かる、俺もあったもん、あの、うん、ハイスターのさ、常さんとさ、初めてそのスタジオでお会いした時、うん、そん時はやっぱ何も言えなくて、握手とね、もうほんと最高でしたぐらいで終わっちゃって、そうほんとこの前だもん、この前改めてお会いできて、うん、その写真とか撮ってもらった時に、うんうんうん、改めてちゃんと言えたよね、中学の時から。ほんと2回目だよね。そう、うん、あー、ほんと1回目は無理か。そう、憧れてましたっていうことを、っていうか憧れてますか、うん、うん、ってことをちゃんと言えたのはやっぱ2回目だったね。なるほどね、うん、無理よ。ハワイアンユータさんの時もそうだし。確かにそうだね、あの時もすっごい手震えてたもんだって。そうだ携帯持つってほんと震えてたもんね。LINE、うん、交換の時であのダサさがすごかった。あのダサさやばかったよねあまりにも遅いから俺が交換しちゃったもんって。どうやってるどうやってるんだっけどうやってるんだっけとか言ってこいつもダメだなと思ってしかもこんなポンコツがいるのかと思ってさ今回もさ連絡先交換しましょうっつってさ、うん、LINE わかりますみたいになって、俺またわかんなくなっちゃって、わからなくなって、だからまたやんまたやんのかと思ったけど、なんか説明してもらってね、ちゃんとね、こうやれば大丈夫ですよ。でこっちがじゃあカメラで向こうじゃあ QR じゃあ俺出しますっつってさ、で俺もよくわかんないから俺も QR 出しちゃって二人 QR になってるから、で向こうがじゃあカメラにしますわって言ってるの俺聞いてなくて、俺カメラにして二人またカメラになっちゃって、やば、もうよくわかんない感じになっちゃう、ダメダメになってさ、やば。でもやっぱ本当に何だろうな、そのうちらのことをすごい見ててくださってるみたいでさ、うん、2人がやってる声のこともちゃんと知ってて、あら、うん、まあ、本当に本当入るなり対バンしましょうよみたいなさ、やば、まあ、おそらくライブ終わりのテンションっていうのもあるんだろうけどそれはやばいわ一緒のライブ出ましょうよみたいな、恐れ多すぎるよ、うん、で声の PV も見ましたよみたいなね。ありがたいなぁ、なんかちょっと言ってくださってさ、わぁ、なんか本当に知ってくださってんだなぁっていうのを伝わった、すごい。向こうもだからなんか喜んでくれてたみたいで。あぁ、本当に。うん。ありがてぇなぁ。そう、いやだからありがたいねっていう話して。
あの人は、あの人はすぐ対バンしようよって言うんだよな。ね、バンドアパートのさ、方も、うん、川崎さんも対バンしましょうよ。あ、言ってたね。そう。なんかその対バンしようみたいなのが一つのなんか、あの、なんかそういう挨拶みたいなの、ね。もう、俺らからすると恐れ多すぎてさ。本当だよ。そんなさすがにそんな実績がね、そう実績を積まないとさすがにね、さすがにだよって思っちゃう、やっぱり、うんうん、ありがたいんですけどね、本当にすごくありがたい、すごくありがたいんですけどね。まあそんな感じでライブ終わって2人しても、うん、いいライブでしたねみたいな感じで、うんうんうん、たまりませんでしたね、そう言いながら、まあその日終わって、ああまあでも本当しばらくは結構幸せな気持ちだったな、わあいいもん見たな、うわーマジで羨ましい、まあ俺も嬉しいわ、すごいよかった、本当に羨ましいですわ、そうですか、うん、なんかそうさ、うん、でさペースも言ってたけど3人称でよかったねみたいな話をしてた、あーゲームしててよかったね、いや本当にそうだよね、じゃないとこんなね知ってもらうなんてことがまずないからさ、うん、音楽から知ってもらうってのは難しいよね、やっぱり、ちょっとね、まだ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 難しいと思うから、難しいよ、ほんとゲーム好きでありがたいって感じだね、うん、逆にだ、でもやっぱり不思議なんでね、そのなんかゲーム実況とか見るんだっていうさ、うん、あなんかそのあんまりこう像を結ばない感じなんだけど、そう、ね、あでもさ、うん、その攻略とかさ、うん、なんかまあやっぱ上手い人とか見たりしたきっかけで知ってとかさ、そう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 、うん、やっぱそういう感覚だろうね、なんか調べてみたいな、まあうん、ゲームが好きな人は結構多いみたいでね、うん、やってる人たちでも、うん、そこからでまあちょっと見てくださったりしてるんだなと思ったら、なんかそうだね、誰が見てるか分かんないもんだなって確かに改めて思ったかな、いやいいな、次は行きたいな、そうだね、また来てくださいとは言ってたから、ああその時はじゃあドンピシャもみたいな話してたけどね、うん、あんましてなかったかな、ドンさんのことあんま言ってなかったか、 あの時はもうテンション、あの時はもうあれか、うん、そうだね、すいませんみたいな、そう俺ドンさんちょっと急遽来れなくてすいませんっつって、うん、全然大丈夫ですよ、うん、うんうん、いなくても大丈夫ですみたいな感じだった、うん、そう、別に気にしてないですみたいな、ああそんな大したことじゃないよって、全然いいですよね、うん、まあまあまあ、まあ、いいんだよ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 、うんうん、大丈夫だから、いや いい経験、いや本当に行きたいですね、次はね面白かったっす、物販も買いたいんだよねいやー本当にそうだね、すごい、でもなんか着いた直後にもうなんか売り切れですみたいな、そうもうすげえ行列で買えないですって、うん、いやそうだよね、かわいいのよ、ダストボックスの T シャツとか、かわいい、かわいい、ほんとにかわいいよね、かわいくて、うん、俺も何着かいただいたけど、うん、かわいい、かわいいんだよね、いいやつですね、パーカーもいいし ね、うん、次は買おうかなと思ってます、なるほど、まあそんな感じのね、はい、楽しい日を過ごしてきましたと、なんそんなうん、みっちり話したか、そうでもないか、結構話した中道だね、うん、今週もねテーマあるんですけど、はい、ちょっと時間があれだな、まあ、ちょっとでもやっぱりやりたいので、うん、いくつか読ませていただきます、はいはい、今週のテーマは言い間違いということで、まあ、皆さんにね、うん、日頃普段話してる中でいろいろ言い間違えることもあるでしょうと、はいはい、いうことでその中からいくつか、お伝えしてようかなと思うんですけども、はい、お願いいたします、2人は最近なんかこう言い間違えたなっていうのはある、最近覚えてないあんまり、とね、一つ覚えてるのがあって、うん、言い間違い、うん、いや言い間違いなんだけど、うん、俺これ一回話してるんだけどさ、うん、雑談の256回で、うん、僕の結婚式の話をしてるんですよ、256回、はい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 、で、その結婚式の時に受付やってもらってるんですよね、COD の知り合いに、まあ、おにぎりくんって言うんですけど、おにぎりくんに受付をやってもらって、で、まあ、お金の管理とかさ、うん、全部してもらって、うん、でなんか金庫とかにも預けてもらってさ、うん、で、うん、結局 1.5 次会までやってるから、まあ、3次会だよね、うん、3次会までやって、ほんと最後の最後らへんかな、うん、にお金あそこ金庫に入れときましたんでって、うん、言ってくれて、で、あー、ほんとありがとうっつって、うん、で、俺、多分ね、疲れてたのか分かんないんだけど、うん、そこでね、名前を間違えるんですよ、おにぎりくんの名前を、おにぎりくんの名前を、そう、
受付くんって言うの俺。最悪じゃん。ほんとありがとう受付くんっつって、あ違うわとか言って受付くんね。最悪の間違いだよ。最悪の間違いをする受付くんからしたら、えいや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 受付くんってさすがのおにぎりくんも苦笑いだったよね。面白いね。いや疲れてたんだろうね。いやそうなっちゃうもんな。そう、まあ、疲れる。うん、今未だに鮮明に覚えてるわ。間違えたこと言った時の感じ。受付くんって言ったらもうめちゃめちゃ覚えてる。あんまり苦笑いもしないけど、ね。そう。でもおにぎりくんも俺が疲れてること知ってるから、その感じがめちゃめちゃ伝わってきた。なるほどね。もう疲れてんでしょうね。ちゃんと疲れてんなみたいな感じの。最近か、俺最近はないけど、まあ昔も言ったんだけどさ、あの砂ずりのやつを天ずりって言っちゃったり、あひでえひでえな。やっぱあれがまあピークかな。なるほどね。なんかやかな、うん、そこで言っちゃったっていうのはなるほどね。なんか下の間違いはありそうだよね。下になっちゃった。そうだ。ついついね、言った言葉がそうなっちゃったっていうのはなんか、下の方が覚えてるんだと思うんだよね、多分ね。多分ね。これ言っちゃいけないワードじゃんみたいなさ。ありそう。言った後にやっぱ気づくからさ。ありそうだよね。まあ俺は何にも覚えてないんだけども。あ、本当に。間違えたこと。あんま間違えてないんじゃないかな。だから覚えてないから。覚えてないことはないでしょ。覚えてないね、間違えたこと。でもなんか間違えてもさ、間違えたことを認めないよね。ああ確かにね。そんなことないよ。こうやって言いたかったんですみたいな感じでさ、押し通してくるじゃん。そうね。だから多分そこで俺らも分かんなくなっちゃってんだ。分かんなくなっちゃってどういうこと？忘れちゃう、忘れちゃうのかな？間違えたんかなみたいな。全然今こういう感じで言ったんだけどみたいな。しかも言ってないですとかさ、全然言ったのに言ってないですとかすごい言い訳したりするから、多分そんなこと言ってる俺。いや、そんなの言い間違えたと言ってないですなんて言ってんの。え、なんか結構認めないことあるよ。あ、そう、なんだろうね。そっちの方が多分インパクトが強いから、元々のはあんま覚えてないな。俺もだからあんま分かんないんで、そこで多分なんかうやむやにしちゃうんだろうな。間違えてないみたいな、うん、感じにしちゃうのかもしれない。ある、そう。うん。まあまあ、じゃあ、いくつか、皆さんからいただいたのをね、ちょっとご紹介させていただきましょう。はい。センズリはあるね、確かにね。ある？センズリって言っちゃった人いる。ある。あ、いる。うん。ドンピーマーさん、女性の方。はい。皆さんどうも。どうも。今回のテーマは言い間違いということで、死ぬほど恥ずかしい思いした私の言い間違いを思い出したので聞いてください。はい。それは私が働いている会社の社長と、私の彼氏の3人で居酒屋で飲んでいた時です。お、前菜に出てきたゼンマイを食べていた時、私は、わあ、このセンズリ美味しいと。ひどひどいね。ゼンマイはあんま違くない？それちょっと違くない？店員さんとはさ、なんかわかるのよ。大事なさ、そのズリの部分がさ、やっぱ大事じゃん、これって。そうよ。だからわかるんだけど、ひどっ。ゼンマイは、ひどいな。どうしてそうなるの？社長も彼氏も言葉に詰まり、賑やかだった狭い店内は静まり返り、うん、なんでだろう、私何か間違ったかなと考え、うん、数分後に自分の言い間違いに気づいた時、死にたくなりましたと。あ、まあまあまあ、センズリに関してはね、ちょっと皆さん各自でね、そうだね、各自の責任内で調べていただきたいですけど、まあ悲しかったし辛くなりましたと。まあ、そうね、わかるよ。しかも普段使わない言葉なのに、うん、なんか出ちゃう。確かに言わないよね。使わない使わない、うん、全く使わないと思う。言わないわ、うん、こんな言い方したことない、うん、だから出ちゃうん、なんかな。いや、だからどうなんだろう。いや俺はね、その、うん、だけどこれゼンマイに関してはまあまあまあ、そうだね、結構違うけどね。ちょっと違う。結構違うよね。結構違う、結構違うけど出ちゃうんだね。出ちゃうんだよ、センズリだけにね。センズリだけに
お後がよろしいですね。これお後がよろしいですか？よろしくないよ。よろしくはないよ。よろしくねえよ。続きまして、ドクターストッパーバレッチェン30歳の方。はい。ドンさん、ペチャコさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。今回のテーマ言い間違いと聞いて、普段から言い間違いが多い私の話を聞きます。うん。私の場合は、うん、ラプンツェル。ラプンツェル、ディズニーのラプンツェル。ね、塔の上のラプンツェル。うん、もう、プルンチェルン。弾力がありそう。プルンチェルンって何？プルンチェルン。まず、プルンチェルンって何よ。なんか、高級デザートみたいだな。そうだよね。うん、プルーチェみたいなまあ進撃の巨人、進撃の巨人を巨人の進撃っていうのはなんか言い間違いっていうか思い違いみたいな感じになりますね。順序が違って、ただ母もそれは母のからの遺伝で言い間違えてるんじゃないかと。もう、うん、母はこれ言い間違いなのかな、ダパンプをダンプ、ああダンプ言い間違い、認識の違いなんじゃないかな。認識の違いはありそうだね、確かにね。うん、今年初の母の言い間違いは米津玄師さんをよろずや玄師と言っていました。あ、字面では認識してない、まあ、雰囲気で読んじゃってる。雰囲気、そうだね、雰囲気、そういうのはありそうだな、うん、雰囲気なのかも。こういうのはでもあるんじゃないかな、なんだっけあれみたいな、うん、言い間違いっていうより、なんだろうね、思い込み、曖昧に、曖昧に覚えてる、曖昧に覚えてるのはあるね、あるかもしんない。これも言い間違いなのかな、ナリさん、女性の方。うん。ドサンペさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。友達の女の子とココスに行った時のこと。うん。ココスってあんま行かない。行かないね、ココスね。ココス、黄色いやつ？ドラえもん。黄色いやつ、ドラえもん。行ったやつじゃないの、ココス。あ、そうなの？そうなんだ。なんかハンバーグが、なんか CM ドラえもんじゃなかったっけ？あ、そうなんだ。レストランだよね。レストラン。チェーンのあれでしょ、うん、ハンバーグがなんかあの、そう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 。銀紙じゃないけど、なんか、なってなかったっけ？なんかホイールされてる。あ、そうそうそう。やつだよね。あ、包み焼き。ドラえもんのイメージです、うん、俺。なんかココス見るたびに黄色くて黒い文字で書いてあるからココイチかなって思って。あ、分かる分かる。ココイチじゃない。分かる分かる分かる。どっちもいいんだけどね。ちょっとね、ちょっと通り過ぎちゃったりしてる、うん、いつも。あんま入らないのよ。ココイチが勝つからさ、どうしても。そうなんだよな。ココイチじゃないとこってなっちゃってる。はいはいはい。確かにココスってあんまり入る。なんかドライブスルー的な雰囲気のところによくあるイメージがあるんだけど、そのなんか大通りの大通りだね、うん、だから車で行くとこっていうなんかちょっとそんな印象がちょっとついちゃってる、うん、ちょっとしたら違うのかもしんないけど、美味しいんだよね、美味しいんだ、美味しいんだけど全然最近はもう行ってないかもしんない、うん、あんまり近くにあるもんでもないかな、なんかあるのかもしんないけど、ファミレスにしてはちょっとお高め、あ、そうなんだ、そう、そんなイメージ、ちょっとお高めなファミレスだなーっていうようなイメージかな。なるほど。うん。まあ、そのココスに行った時のこと。メニューを見ていた友達が、ココッシュってどんなのと聞いてきました。ココッシュ。ココッシュって何？ココスの。ココッシュってなんだ？ココスのやつ？ココスの、なんか、あるのか？あんのかな？ココスのココッシュが美味しいと人気。ほう。ココッシュ。なんてスイーツ、あ、デニッシュのデザートだって。あーあー、なるほどね。ふん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 。まあ食べたことがあった私はココッシュの説明に、うん、あの、そう、パイみたいな、うん、あの、パンみたいな、うんうん、そのパイパンって感じのやつだよ、うん、と言っちゃってる、言っちゃった、言っちゃったな。なぜか2つの言葉を続けてもう一度言ってしまい、あれ、これなんか言った後になんか言ったかなみたいな、私今なんか言っちゃいましたみたいな感じになったものの、友達はうん、そっかと気づいてない様子なので、そのまんまそんなこと言ってないということになりました。あまたこの人もデニッシュが言いたかったんだけど、あ、それがうまく出てこないで、なんか パンとか、そのパイとかパンとか、そのパイパンみたいな感じよ。やばいね。まあ、分かるけどね、つるっとしてるっていう感じ変わっちゃうよね、印象が変わっちゃうからね。それはまた違う
それは違う、印象がだから全然伝わらなくなっちゃうから、これ間違いだとね、印象だから、これは良くない、確かに良くない間違い、ここまで言ってないんだ誰も、イメージが変わっちゃうからね、なるほどな、いや恥ずかしい、確かに恥ずかしいね、恥ずかしいね、うん、他にもこれは簡単に言うと、大阪のゆここさん、女性の方は、うん、月曜日の朝、会社の女子更衣室で先輩が興奮気味に、ゆここのおすすめの69見てきたで、ラストがほんまめっちゃ良かったわとみんなにも聞こえるような大きな声で話してきました、みんなギョッとしてました、先輩は当時は流行っていたホラー映画シックスセンスをシックスセンスはシックスナインという、ただの AV だよ、シックスナインめっちゃ良かったわって言われてもね、言われてもさ、ラスト良かったって言われてもラストってお前そこで終わりなんだみたいなね、そこでクライマックスなんだみたいな、そこだけでいいんだよみたいなね、当時ウブだった私は言い間違いを訂正することもできず、先輩の映画の感想を聞きましたと、更衣室を出て席に着くと、ちょっと憧れていた男性の先輩にゆここちゃんのおすすめの映画なんやと小さい声で言われとても恥ずかしい気持ちになりましたゆここちゃんがおすすめしてくれた69めっちゃ良かったんやでみたいな先輩の先輩に言われて最低だね、すげえ言ってくるじゃん、下品だなみんなな、他にはマキチュアンさん、女性の方、私がよく利用するコンビニ店員さんで外国の女性の店員さんがいます、うん、何でもかんでも温めますかと聞いてきますが、いつもお釣りをくれるとき、うん、これおごりですとお釣りを渡してくれることに私はほっこりさせてもらっていますあお釣りとおごりを間違えてるってことなのかな、はあ、それとも冗談で言ってるのかな、冗談じゃない、どうなんだろう、これおごりです、あれめっちゃそんな人なのそんなんじゃない、そんな感じじゃんじゃね、多分これですって言ってくれてるのはちょっとちょっとこれいいね、いい話、かわいい話だね、かわいい、他にもちょっとさらっと言うと、ドイルさんは小学校の時にネプリーグを見ていたと、うんうん、7を英語でなんて言うでしょう、アルファベットで答えなさいという問題の時に、おう、寝か、寝ぼけていた私は得意げに SEX と答えてしまいました、え、そもそも7 そもそも7なんだけどね、おそらく6の SIX を言おうとして言い間違えたと思います、答えはそもそも7なのに二重の間違いをしてしまいました、うん、すぐにハッと我に返り兄の顔を見るとやったなと言わんばかりの表情母の顔は見ることはできませんでした、あ、家族がいて間違えるとちょっと恥ずかしそう、そうね、それは恥ずかしいね、恥ずかしそうだね、こういう時親ってやっぱ何も言えないもんかな、いや言えないんじゃない、それは性の交渉のことでしょう言えない、言えないよ、ただ面白いけどね、すごいね、そこまで言ってくれたら最高だけどね、救いだよねそれは、うん、寝落ちのファンタジスタちゃん、ジスタちゃん、女性の方は、うん、私の母キヨコがよく言い間違いをすると、うんうん、私の母は、まあ、言い間違いはしょっちゅうあって、うん、コストコをドドスコUSJ は SOS 全然違う、全然違うな俳優の小田裕二を小野伸二サッカーになっちゃったサッカーのね、レッツね、それ面白いな言い間違えていますが、うん、中でも私が一番だと思う間違いは、うん、お昼ご飯どうすると聞いて聞いた会話した時に、うん、ドッキリモンキー食べたいなと言ってきましたドッキリモンキー結構似てるよね、結構似てるわ、結構似てる、ドッキリモンキー結構似てる、ドッキリモンキー似てるわ、まあ、これはハンバーグレストランの、びっくりドンキーっていうのが、びっくりドンキーね、好きだわびっくりドンキー、うん、俺も好き、いいよね、びっくりドンキーね、なんかチーズが太いチーズがね、ねえ乗ってるやつね、天になってる、ダブルにいけるやつね、メニューもなんかちょっと、うんうん、窓を開けるみたいな、ね、あー、そう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 、やつなんだよね、好き好きドッキリモンキーいいなドッキリモンキーいいね、すげえいいわ、伝わると思うんだよ、伝わる伝わる伝わる、分かったもんな、分かったわかるもんな、面白いわ、
というわけでね、まあ本当にいろんな皆さん他にも送っていただいてありがとうございました。ちょっと時間なかったんで駆け足になっちゃいましたけれども、ありがとうありがとうございました。面白いね、面白いな、面白いね。自分じゃないと面白いね、やっぱり、ね、そうだね、うん、人が言い間違えてんの面白いね。じゃあちょっとだけ普通のお便り、読まさせていただきましょう。はい。サスマルコさん、女性の方。はい。ドサンペサテトさん、こんにちは。こんにちは。ドサン、先日2月2日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私事ですが、ドンさんの34歳のお誕生日と同じ2月2日に入籍させていただきました。おろー。私たち夫婦は共にサニショさんの大ファンで、旦那も私も通勤中や家事中に雑談を聞いたり、マイクラや最近では鉄道さんのポケモンの動画なども見ながらご飯を食べるのが日課となっています。うん、一昨年の福岡のトークライブにも一緒に参加させていただいたりしました。あ、そうなるほど、ありがとうございます。入籍日当日は2月2日がドンさんの誕生日だとすっかり忘れており、婚姻届を出しに行った後、ちょっといいご飯を食べに行く途中の電車の中でツイッターのタイムラインでドンさんの誕生日ツイートが流れてきて知りました。ああ、そうだったんだ。旦那さんに、うん、今日ドンさんの誕生日だったと電車内で離れた席に座っていた旦那さんに LINE をしたと。おお、うん。マジでとなって、今日はいろいろめでたい日だなということが重なりました。ああ。うん。まあまあいい記念日になりましたと。おめでとうございます。おめでとう。まあこれからも応援してますという感じでおっしゃってますね。なるほど。なるほど、結婚した人もおったか。知り合いも入籍してたな。2月2日 ?2 月2日に。なんかあんのかい、2月2日。なんかあんのかな。2並びだと、いい。廃案だったりしたのかな。したのかね。そういう感じなのかね。あんまりわかんないな。その辺はちょっとわかってないけど。うん。きっと、めでたい日だったんでしょうね。めでたい日だったんでしょうね。おめでとうございます。うん。おめでてえな。続きまして。でん、どうしようかな。長月さん、男性の方。おい、おい、谷島さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。テトさんに質問なんですが、お、いつも地震が来た時ツイッターでズスンとつぶやいてますよね。おお、はいはいはい。今さっき地震があったんですが、ちょうどツイッターを見ててその限りだと、地震が来てる最中につぶやいてるように感じました。うん、うん、なんでつぶやいてるのか気になってお便りしました。何か使命感のようなものがあるのでしょうか。あるよね。あるでしょう。鉄道速報でしょ。鉄道地震速報だから、うん。使命感は特にないけどね。ないんだ。地震が来たら地震が来たよってつぶやいてるだけなんだよね、あれ。別にただ。でもなんか最近ちょっと地震と俺との勝負みたいになってるところはある。ああ。はって揺れたら、言えっていう感じ。俺も行くからな、みたいな。はいはいはい。でも時々、最近ちょっとさ、地震、やっぱさ、ちょっと多いな。多い多い。うん。あるよね。鉄道さんが感じてる、やっぱつぶやく量が増えてる。うん、増えてるなって思う。ああ。関東多いよね、結構。うん。最近ちょっとその時期なのかな、みたいな。気になったりはしてるわ。まあ、別に意味はない。これに意味はないです。意味はないんだ。意味はない。まあ、ただなんかこう、ちょっとでもね、なんか気が紛れたりするやつでいいじゃないですかっていう感じかな。うん。出てってほしいですわ。これでも気づかない時もあるからさ。ああ、まあそうだよね。そう、なんかなかったですねって逆に言われる時があって。でもハテナついてる時あるよね。ああ、そう、地震かどうか分かんない時があるの。あれはハテナで判断してもらえれば。ハテナかびっくりマークの時はちょっとでかい時。ああ。そうだね。ハテナの時はね、今日ハテナの時はね、俺もしばらく携帯持ちながらこれ揺れてるかなみたいな。はいはいはい。感じてる時はハテナになってたりしてる。そういうところでなんか察して。なるほど。なるほどね。うん。あるんだね、やっぱそういう。ある。でも寝てる時とかもある。当然だけど。他には。はい。じゃあちょっと、どうしようかな。最後にしようかな。はい。うん。どれにしよう。どんどこ太郎さん、女性の方。太郎。ドンさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは。どうしても人生の先輩であるお三方に悩みを聞いていただきたくて、初めてお手紙を送らせていただきます。ほいほい。うん、私はいわゆる芸大生というところで、大学で絵を描いています。うん。うん。しかしながら、自分の絵は今のところ世間で評価されることは残念ながらありません。ほうほう。
その中でだんだんと世間で評価されている人間を見ていると自分で引け目を感じて嫉妬してしまうことがあり、それがとても苦しいです。うん、同級生が賞を取れたみたいな話を聞くと素直にすごいと認められず、いわゆる苦しいです。以前鉄道さんが同級生が成功しているのを見ると苦しかった、素直におめでとうと言えなかったとおっしゃってたのを思い出して、その時期をどうやって乗り越えたのだろうと思いお手紙を送らせていただきました。お力をお貸しいただけると幸いです。で、うん、ああ、まあでも俺だけじゃなく二人もなんかあったんじゃないの、こういうの、その嫉妬的な。二人の場合どうなんだ、ペイさんはどうなのかな。うん、そういうのなかったの。例えばドンさんはデビューしたわけでしょ。ペイさんはその頃の時はもうあれか、 やってなかったのか。いやでもした時はあるけど別にそれで嫉妬したことはない。ああそうなんだ。人によるのかな、どうなんだ。なんか昔から知ってるからっていうのもあるかもしれない。ああそうかそうか。なんか嫉妬するレベルのところにはいなかった。なるほど。あやっとだ、すげえなぐらいの感じ。ああ、なるほどな。うん、俺もないかな。あ、そうなの？うん、嫉妬して。あんま嫉妬しねえんか、みんな。そう。いや、嫉妬すると、いや、でも、あんまり記憶にないな、その、なんか、いや、すごいなって思っちゃう方が先。うん。かななるほどね。そこが、だからちょっと違いがあるんだなあ、そうね。俺もガンガンに嫉妬してたからね、学生時代とか。あなんかちょっといい舞台出ますみたいな、あーガンガンっていう。嫉妬で。ガンガンってたもん。ガンガンってなんの？おーやっぱまあだからプライドが高かったんだろうね、自分の。自分はもっとできるはずなのに認められませんみたいな。はいはいはい、逆になんであいつが認められるのか僕には理解できませんっていう感じだった。ああ、これでもう本当に、もう、うなってたら一人で、なんで、まあ、なんでなんだろうみたいな。あるんじゃないの？いや多いと思うよ絶対。ね。だから、一般的にそうなんじゃないかなと思ってたんだけど。いや、時には必要な気もするけどな。俺がペイさんだったらもうガンガンだったと思うよ。いやでもすごいとは思っているだろうから、ちょっと違うのかもしんないけど。そうね。でもまあガーッうわーってなってたと思う、一人で。ああそうなんだーみたいな。素直にお祝いできてたかどうか分かんないわ。あなるほどね。同学年がそのなんかデビューしますみたいな感じになった。ああそうなのねーみたいな感じになっちゃってた。でもなんか仲の良さとかでも変わってくんじゃないかな。まあ、それはもちろんそうだと思う。中途半端な感じだと、ありうるよね。音楽だけの仲間とか、だったらもしかしたら、なるほどね。本当それ確かにメインの、あそこで出会ってたとかだったら違っただろうね。え、そんななの？でなんかほんとお互い切磋琢磨してるような感じの関係だったら湧いてる可能性は高いよね。芸術大学とかまあ専門学校もそうなんだろうけど、そこで初めて会うとさ、やっぱお互い手探りな感じで、こいつはどれだけやるんだみたいなとこから入るわけよ。そうだね。で大学とかだとさ、大学でとかで初めてそこで演劇を学びますみたいな人もいるわけね。だからで俺なんか高校のさ演劇部上がりだから演劇部上がりって言葉ほど恥ずかしいことないんだけど、まあ一応ちょっとやってたから多少なりともその経験があるわけよ。アドバンテージ取ってるね。そうそう、だから舞台に関してることもまあ知ってるし、その初めての人よりはね、だからセリフ回しとかもまあうまい、台本読みとかもうまいのよ。でそういう自覚もあるんだけど、でもその初めてやった人の方が認められた瞬間っていうのが来るわけ。そのいいね、じゃあ君これやんなよみたいな。で、そういう時にいやーそうですかみたいな、皆さん冷静になってください、そうですか本当ですか、僕の方がって言えやしないんだけどでもなんかそのうわーそうのかなーみたいな。なるほどね。その距離感なら、しょうがないような気する。そうだね。その距離感で、ある程度自分にも自信があって、ってならわかるかな。
でまあそこがスタートで、それからやっぱりさ、うん、進んでって、仲間は仲間なんだけど、うん、そこで暮らしてる同期とかも、うん、でも別なのよ、やっぱり別物。まあそうだよな、うん、特に演劇とかだとその一緒に、まあ、劇団組んじゃったら、でも劇団組んでもそうだったな、結局は個人が売れればまあそれでとりあえずは OK みたいな、その世界は結構そうだろうね、うん、だから他人よりも自分がなわけでね、しかもさ、うん、役って一つしかないから、一、うん、つのお芝居があったとしたら一つの役は一つしかない、一人しかできないから、あ、まあそうね、まあダブルキャストとかの場合違うけど、うん、そうするとやっぱそこで競争が起こるわけだよね。そうだね、誰があの役をやるんだろうみたいなところで、仲がいいとはいえ、うん、二人とも同じ役をやりたがってたとしたら、そこでもうすでに、まあ、それは競争だから仕方ないよね。やっぱ、うん、それで勝ち取れなかったら、ね、じゃあそこで仕方ないだけじゃ終われないよね。なんでなんでなんだろうなみたいな。なるほどね。それのもうほんとずっと繰り返しでずっとやってるから、なんか本当に仲がいいのかどうかだから、俺はちょっと疑ってる部分があるけどね、あの人たちは。あ、心の中ではやっぱりでも私が一番だからみたいな、きっと思ってるだろう。でもそれでいいと思うんだけど。お、そうだね、うん、うん、確かに。そうそうそう、まあそういう感じ。でもそう、普通なんじゃないかなって、だからこのどんどこ太郎さんが思ってることは俺にとっては普通のことだから、うん、いや普通だと思うよ。うん、普通じゃないかな。競わなきゃいけない部分、そういう場だったらね、うん、うん、乗り越えるとかあんまないと思うけど、なんで自分が成功しない限り乗り越えないから、うん、その何かしら認められない限りね。なんてこった、ふざけんなをバネにしてやっぱ頑張ったの鉄道さんは。俺はなんてこったっていうのもあったけど、どちらかというとそれ以外の視線、うん、なんかまだやってんのみたいな、うん、まだその表現をやってんのとかさ昔会う人とかに、うん、何の意味があんのみたいなこと、まあ、言われることとかもあるわけよ、うんうんうん、でなんかちょっと結構そういう感じで言われ続けていて、で一回ダメになった時期があって、うん、でもその時になんかちくしゃあいつら本当に見てろよみたいなのはずっとあったから、あ、多分それがあるんだろうね。あ、じゃあまあプラスに変えてったってことだよね。そう、マイナスの思いが原動力になってんだろうなとは思う。まあそういうのってやっぱ自分が頑張ってれば頑張るほどさ、うん、でその評価で決まっちゃうじゃん、全て結果で、うん、そうね。でそれが叶わなかった時にやっぱ頑張ってれば頑張ってるほど辛いから、辛いんですよ。 そうね、それが出ちゃうよね、やっぱ出ちゃう、うん、どうしても出るんじゃないかな。いや、なんで、うん、ってなるよね。なる、うん、それは。でもね、難しいのよ表現って。本当になんか上手けりゃいいとかそういうもんでもないっぽいしさ。そうだよね、人の心を動かすのってね、なんかそういうとこじゃないみたいだから、ね、感性だから超難しいよね。うん、いやでもまあぜひ頑張ってほしいですな、これをバネに、ね、バネにできたらいい、ね、そうね、うん、バネにした方がいいよね。簡単じゃないだろうけど、バネに簡単じゃないと、うん、とかは分かんないもんだって俺ね、絵分かんないもんな、見ても分かんねえんだよな。まあもちろん絵の種類にもよるけどさ、うん、ふむふむとはその絵の前ではやるけどさ、うん、展示会とか行ってて、そうだね、なんだかよく難しいなって思う。芸術ってわからないよね。難しい、美術とかは特に難しい。写真とかも結構難しいかな。あ、写真ね、なんか綺麗だなとは思うけど、うん、うん、なんか どうなってんだろうとか、ぜひぜひめげずにね、うん、頑張っていただきたいと、頑張ってほしいな感じでございますね。はい、というわけで、はい、今回はこの辺にしておきましょうか。はいはい、はい、動画見てる方下の方にあります番組説明概要欄、すべてのお便りはこちらというところ、ここから、メールなど送れますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。特に何もないでしょうか。することは特に No No Back to。 というわけで、三人称雑談第290回、うん、以上となります。はい、はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。さようなら。バイバーイ。